裁が大変な決意を持ってその職を辞され、自由民主党が生まれ変われるように、もう一度国民の信頼を取り戻せるようにご決断をなさいました。私ども国民を信じ、勇気と真心を持って真実を語り、この日本国をもう一度皆が笑顔で暮らせる安全で安心な国にするために、石破茂全力全身全霊を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。自由闊達な議論ができる自由民主党、公平公正な自由民主党、そして謙虚な自由民主党、皆が心を一にして政権を奪還をいたしました。もう一度その時に